船橋法典駅から電車で一駅、ここは西船橋の駅です。西船橋駅は武蔵野線、京葉線、総武線、東西線、東洋高速線の5路線が乗り入れており、1日の利用客数は2020年の時点で約37万人と、千葉県で一番利用されているターミナル駅です。駅の利用客のほとんどは乗り換えなどで駅の外に出ないため、千葉県で一番利用されている駅の割には周辺はこじんまりとしています。今回はこの駅の周りを少し歩きます。周りは飲食店や居酒屋が立ち並んでいます。信号を渡り丘を少し登ります。先ほどまでの街並みが嘘のように、周りには竹林が広がっています。西船4丁目緑地です。西船4丁目緑地は緑地と名前を付けられていますが、整備された公園という感じです。小高い丘の上にあるので、周りの景色が見渡せます。このまま駅の方面に歩いていきます。
駅が近づくにつれ飲食店や居酒屋が多くなります。今回の散歩はここまでにし、次回は東西線で次の目的地に行きます。